か DM で送って、そうなの、出身とかなら分かるけど、どうでもない、群馬ですからね。あ、そうなんだ。
多分そうだ、うん、うん、面白いよ。そうそう、全員飲む、え、行くぞ、入れとけ、入れとけ、より小さいけど、多分。よしよし。
お前斉藤さんめちゃめちゃ好きなんだよ。強いだな。いや、なんか暴力的な薄いですね。どうも大人気だな。次もうマジで同級生の俺誕生日1日違いで、そうなの、俺電柱2回戦であいつにボコボコにされてる。まあ、あっちはなんとも思ってないけど、俺もずっと家に持ってる。今だろう、試合も来るよ。お前しようかな。ずっと突破してる、強いところだけど。ああ、怒る怒る。あの、弟も強いんだ。弟も強い。弟確か全中あ優勝してる。マジか、あの水木なんだ。すげえ。お兄ちゃんも優勝してる。お兄ちゃんも優勝してる。すげえ。じゃあ今年ね、インカレ取ったもんね。取った。最高じゃん。この声援分からんな。うん。相手の。ああ、で。うん。いい子じゃないかな。ああ。東京の、はい、うん、怖くね、めっちゃ強いじゃん。なんと意見コースだよ。そうだね。ああ、うん、スマッシュくんよ。1回戦まだ違う。はい、それでさ、あ、やっぱでかくてこいつでポーラーマンってなる。よっしゃね、はい、勝負にできる。もうね、まさかも苦しくなるしな、範囲に上げられなくなる。これが得意な中国、うん、アジア人な、それ読んで下がって。はい、ね、どうしても横で取りたがるな。なんか変えたら絶対広島クラブの時に試合終わった後にあれ、キック全然してねえから、うん、
言うと自分が言ってたのが、僕を中心でレシーブ行って、うん、めっちゃ強くなった。うん。まあ、ちょっと、俺一回もしてないんですよ。まあ、なんか、あ、そうやったんやと思って。なんかシンプルに上がるための時間を。はい。レシーブやん。自分の。